では、日本ユニックスユーザー会のセッションの方を開始させていただきます。よろしくお願いします。はい、司会を務めます松田と申します。よろしくお願いします。日本ユニックスユーザー会は、1983年設立の日本におけるユニックスや OSS コミュニティの草分け的存在の、団体となっております。今回は、日本ユニックスユーザー会では定期的に、研究会と称して、勉強会みたいな形で、セッションの方を、オープンソースカンファレンスの方で行っています。今回は、小林真司様に、医療とオープンソースソフトウェアというタイトルで、ご発表いただきます。よろしくお願いします。では、小林さん、どうぞ。ご紹介いただきありがとうございます。松田さん、司会ありがとうございます。そしたら、ちょっと今日盛りだくさんなので、医療とオープンソースソフトウェアについて、今から始めさせていただきます。まあ、内容はデジタルヘルス、医療、デジタルヘルスとオープンソースソフトウェアということと、現状、まあ、今、いろいろ役に立っているということと、それについて、今いろいろ頑張ってるんだけども、ちょっと苦労してるところがあるよとか、闇っぽいところもあるよという、光と闇という感じで、前後で構成させていただいております。自己紹介ですけど、1970年生まれで、まあ、マイコンブームに乗っかって、で、89年、平成元年、九州大学の医学部に入学して、卒業してという感じで、今、医師免許やら、情報の資格やら持って、国際医療情報学会でオープンソースのワーキンググループの議長、副議長、副議で、また副議長と10年ぐらいやってます。まあ、臨床現場から情報システムの管理運営、国内外の公衆衛生行政まで、高度機器までフルスタックで対応できるというのが、強みだと思ってます。これ、今年の6月に中野でプレゼンターさん、インプリムの講演、事務所貸していただいてやった第15回の医療オープンソースで協議がセミナーですね。ありがとう、ご協力ありがとうございました。まあ、ノートの方も最近頑張ってますので、もしよろしければ見てください。で、本題に入ります。デジタルヘルス、医療 IT とかいろいろ言われてたものをまとめて最近デジタルヘルスって呼んでますね。医療の現場から公衆衛生行政まで。まあ、ヘルス、健康医療に関して、福祉に関しているものは大体デジタルヘルスっていうふうに考えられて、あまり間違いではありません。もちろん細かい定義もありますけど、ざっくりそういったことで今回お話ししていきます。で、WHO、国際保健機関、まあ、国連の組織ですけど、がデジタルヘルスについて、2000年初めぐらいから、割と、取り組んできました。SDG3 という、すべての人に健康と福祉を。これは、まあ、誰にとっても意義がなく問題ないテーマだと思いますけど、これを、まあ、世界中で達成するためには、医療資源を効率よく分配する必要がある。そのためには、デジタル化が必要である。で、低中小国で達成するためにはデジタルインフラの整備が必要ですし、データも集めなきゃいけないということで、まあ、それでも各国の実情に合わせてデジタルヘルスを実装して、まあ、一律に全部デジタル化するこのシステム入れろということじゃなくて、まあ、人材育成が足りないんだったら人材育成やりましょうよとか。政策が足りてないんだったら政策やりましょうよというふうなアドバイスをしております。WHO の文書とか、まあ英語ではありますけども、結構いい文書がいっぱいあります。これ、原因いろいろ考えてのは、割といい文書が調べてみると多くて、まあ、よく考えてみたら、WHO にいっぱい出資してるのって、ビル・ゲイツなんですよね。ビル&メリンダ財団、マイクロソフト、のビル・ゲイツが、元 CEO のビル・ゲイツがいっぱいお金出してるんで、そのデジタル化についてもやっぱりいろいろ影響あるみたいで、割とずっと解説とかでデジタルヘルスの、まあ、上流工程とかいろいろこんな感じでまとめて、いろんな人をアサインするときはこういうふうなキャリアとかいろいろ見てやんなさいよとか、懇切丁寧に書いてあったりするんで、まあ、なかなか勉強になったりします。で、デジタルヘルスにおいて、
て、オープンソースソフトウェアに対する期待っていうのは、やはり低コストで良質なソフトウェアが導入できると。まあ、初期コスト、いろ、まあ、運用、メンテナンス運用に関して言うと、いろんな議論が分かりますけど、初期コストは、まあ、抑えることができると。で、まあ、生存権っていうか、まあ、健康でいられること、生きていけるっていうのは、もう交渉不可能な人権であると。貧困理由に取り上げられていかんという。まあ、ルイス・ファルコン、グニューヘルスの会社、後でまた出てきますけども、こういう熱いことを言う人がいて、オープンソース頑張ってたりするんですね。もう自由であることが大事だと、ルイスはよく言います。あと、ベンダーロックイン、データロックインの回避っていうのも期待されてます。まあ、機能的には商用のソフトウェア使ってて、問題なかったと。チリで、結核や梅毒に対して貧しい人の管理していくようなソフトウェアを、ハミッシュ・フレーザーさんという人書いてたんですけども、ただ自分たちのデータを自由に使うようにしたかったと。どういう患者さんとかの、いちいちデータ出すのに、ベンダーさんに、お金出してやってもらってっていうことで、ね、割とそれも100万、1000万単位でお金がいるってなると、ちょっとなかなか大変なんで、自分たちでデータ使いたかったっていうのは、ハミッシュ・フレーザーさんが言ってました。また後で触れますけど、医療情報規格の標準化っていうのは難しいところですけども、インターネットの普及に、オープンソースソフトウェアの各種プロトコル実装が役に立ったように、役に立っていく、いってほしいなというのは期待としてありますし、実際ちょっと頑張ってる、今頑張ってるところです。これ WHO のコロナウイルスのダッシュボード。これ見られたことある人もいらっしゃると思います。もう、だいぶ、下火にはなってないですけど、まだ話題、まあ、2020年当時はこういったものを、こういったサイトをいろいろ見れ、一喜一憂するというのが日常的でありました。これって、実は WHO が GitHub 上で公開、ソースコード公開して、なんだったらプルリクエストを送ることができるんですようになってるんですよ。ダートで書かれてて、割とされたことやるじゃねえかと思ったのを覚えてます。まあ、こういった、オープンソースソフトウェアというのはデジタルパブリックグッズですね。デジタル公共財、デジタル公共全とも訳されますけども、まあ、時々医療とオープンソースでいろいろやってて、なんか心ないことにぶつけられたりすることもあって、この1、2年苦労しておりましたけども、まあ、そもそもやってること自体悪いことしてないような僕らという感じであります。もういろんなオープンソースでやって技術をいろんな人たちに分け隔てなく届けていくっていうのは本当にいいことだというふうなことで世界は評価してるんだなっていうことで心強いですね。で、その中でも SDG3、緑のところ、グッドヘルス&ウェルビーイングっていうのは割と他の分野にもよりも多くみんな取り上げられて、まあ、頑張ってるとこです。で、医療分野のオープンソースソフトウェアっていっぱいあるんですけども、まあ、グニヘルス、DHIS っていうのは割と有名どころですね。医療情報管理、DHIS というのは医療情報管理システムで、オスロ大学で開発されたものなんですけども、2017年に国境なき医師団が、傘下の全国境なき医師団がやってる病院に導入するということを決めてから、低中所得国で、もう国ものインフラに、そんな国境なき医師団が採用するんだと、国のインフラにしてしまえという感じで、ガンと普及しました。OpenMRS というのは、もう老舗ですね。もう HIV 結核管理から始まった電子カルテで、南米から、東南アジア、サブサハラアフリ、アフリカにものすごくシェアのあるということです。で、オープンアイミスというのは医療保険管理システムで、結構これも最近出てきて人気のソフトウェアで、Python と最近ちょっと話題になった Django 出てきてますね。あと、これもびっくりしたんですけど、エストニアの医療情報というか、エストニアの政府基盤、エストニアの、デジタルガバメントの基盤である X ロードも、これ、オープンソースソフトウェアなんですね。あと、OpenMR、OpenVista、OpenDolphin。このあたりも比較的有名なところです。また、いくつか後で出てくるものがあります。
で、まあ、医療ポストソフトウェアの採用状況は、まあ、国境なき医師団が採用してますし、エーヒンというグループ、アジア開発銀行 WHO の支援の下で、ASEAN 8カ国を中心に、低収所得のデジタル推進する財団が、DHIS と OpenHI を導入すると宣言してから、ベトナムやスリランカ、ラオス、まあ、いろんな国が DHIS を導入しました。あ、ミャンマーも今やってますね。と、ネパールはオープン IMC のシェアが70%を占めております。エストニアの行政プラットフォーム X ロードというのをオープンソースソフトウェアです。これグニヘルスですね。まあ、Ruby のマットさんって同時に、グニアワードを受賞したっていうので、マットさんも知ってました。これ、2014年に OSC 東京に来た時のルイス・ファルコンですね。なかなか懐かしい写真です。2020年の春にも来たんですけど、ちょっとオープンス、お、お、コロナの関係で OSC が中止になった時も、実はこらえてました。で、グニヘルスコンっていうグニヘルスのカンファレンスも年1回彼らやってて、11月頃ですかね、来月ぐらいにやるんですけど、まあ、見ての通り、とってもいいところでやります。カナリア諸島って、アフリカの、西側にあるところで、まあ、年中、偏西風の関係で年中同じような気候で、暑くもなく寒くもなくというところで、非常にいいところでした。こんな感じのところですね。自然のできる。なんかお祭りとかやってて、とてもなかなか、あ、これ確かコロンブスが、アメリカ行くときにカナリア諸島に寄ったっていう日を記念したなんかお祭りみたいなのになってました。リチャード・ストールマンも来てたりして、なかなか面白い会ですので、皆さん、機会があったら参加してみてください。カナリア諸島いいところで。大滝詠一の歌にもあります。あとこれ DHIS ですね。オスロ大学で作って、まあいろんなところが、もしいろんな国の人たちが留学生を送って、オスロ大学が留学生を送って、自分たちの問題でソフトウェアをそこで書いて、で、博士論文取って帰っていって、ソフトウェア持って帰るっていうような仕組みができてるんで、割と結構強いですね。こんな感じで、オスロの総会で年1回の総会とか、かなりみんな熱い雰囲気が伝わってきますよね。あ、これジョン・ブラーさんって、その DHIS 作ってるオスロの教室の教授なんですけども、この人前から知り合いで、論文一緒に書いたりと、強調したりとかもしてます。で、オープン・アイミスは、結構アフリカとかで、タンザニアとかカメルーンとかの医療保険のシステムでオープンソースでやって、で、ネパールで2017年国民皆保険制度が導入されたんですけども、その時にオープンアイミスの導入がドイツの NGO である GIZ のゲイアイ通貨かな、の支援の下で進められております。2023年にはネパールの国民保険の7割がオープンアイミスで処理されてるっていうので、かなり、いや、日本の、医療国民保険、国民皆保険っていう制度は、まあ、ほぼ100%ですけど、それのソフトで、オープンソースソフトウェアとしてやってた、オルカで、だいたい3割、20、オルカが10年、20年やって3割ぐらいな、20年やって3割ぐらいなんで、ネパールの7割っていうのはすごいなって。まあ、デジタルヘルスと OSS、まあ、中間まとめですけど、まあ、SDG3、すべての人に健康と福祉をっていうところで戦略的にダブリッチやってて、で、OSS の利用は、安価で効率のいいデジタルヘルスソリューションとして期待されています。で、まあ、デジタルパブリックグッズ、公共財として、SDG3 についてのオープンソフトが多く認められているという、なかなかいい感じですね。で、あとは、今やってるのが医療情報標準規格としての開発と実装で、医療情報標準規格っていうのは HL7 ファイア2010年以前ぐらい、まあ、昔って言ってももう10年以上前は、
その企画に、HSM という企画があるんですけども、その企画に準拠したソフトウェアを買わせるためには、業界団体みたいな協会に入会して、仕様書、そうしないと仕様書が手に入らないし、製品として認証されないし、HSM を使ってるとも言えなかったっていうので。で、オープンソースソフトウェアというのは実は日本では許されないって、日本 HSM 協会の会長から、なんか、頭ごなしに怒鳴られたのを覚えてますけども。まあ、2013年以降、HSM ファイヤーという企画が新しく、ちょっと2013年ぐらいに HSM 企画が行き詰まったような状態になって、その時にファイヤーっていうのが出てきて、まあ、REST JSON ベースで、それまでの HSM ファイヤー企画を書き直そうっていう動きが2013年に出て、それはもうみんな万々歳飛び込んで、で、仕様がクリエイティブコモンズのゼロ、CC0 で公開されたもので、HSM 協会会員でなくても仕様策定や実装ができるようになって、で、まあ日本もなし崩しに実装が許されているというような状況ですね。で、まあ、それも以前から僕は、ISO13 とか OpenHR っていう協会やってるんで、日本での支部とかいろいろやってるんですけども、オープンコミュニティで仕様策定から ISO 規格の調整までやったりしてるんで、まあ、医療情報標準規格も昔みたいな、業界団体ので、いろいろ会議で決められて、で、仕様が何百ページかのドキュメント、本が出て、それを入手を、何十万とか何百万、場合によっては何百万かけて入手して実装するっていうのが、やはり、最近になってモダン化されたなというところです。で、ただ制作、やはり、政策として医療情報を標準化して、いろんなところでデータを使えるようにすると。ABI で使えたデータが BBI に素直に連携して、医療情報がきちんと伝わって、同じ検査何度もしなくていいようにしようっていうのは、昔からやってたんですよね。もう20年前から、医療情報の標準化、電子カルテの標準化といって、進められて、もう課題ですけども、まあ、なかなか日本は遅れてるって言いますか。世界中でそんなにうまくいってる国はないんですけど、日本ではずっと課題となっています。で、厚生労働省標準というので、いろいろ、まあ、20年前から、じゃもう厚生労働省で認めて、こういった比較を推していこうというふうなことをやってるんですけども、まあ、保険請求に関わるような ICD-10 対応標準病名マスターとかいうのはほぼ全ての医療機関が導入してるんですけども、実際に使われてる、活用されてるっていうのは2割程度にとどまっているっていうのが、現在のところです。こういったこと、企画を作って国が推進しても2割、1、2割しか使ってないっていうのが現状です。ただ、まあ、そういった HSM ファイヤーの影響というのは、日本にも及んできてまして、企画の開発が GitHub 上で行われて、で、GitHub アクションで、企画関連のドキュメントが、CI/CD開発されるようになって、最近になってきてるっていうのは、大きなターニングポイントであったと思います。まだ、ちょっと運用で戸惑ってるようなところが、各社及び大学の先生たちありますけども、動きはこちら側に流れてきてるのは間違いないこんな感じでいろいろイシューズがあって、この今日もプレリクエスト送ったりしました。で、こんな感じで GitHub 上でやってる延長で、処方上 HL7 ファイヤーの企画4つが、2年前の3月か。もう2年前なんだ。のに、厚生労働省医政局っていうのは、まあ、もう国の公式文書として、標準として認められるようになりましたっていうのは、やはり大きく動いてきてるなという印象です。まだまだこれからっていうところはありますけども、まあ、医療情報標準局、いわゆる業界団
体の合議によって決められた伽藍型の企画であったのが、HSM ファイアンス当時によってバザール型の企画開発と実装が取り入れられつつあります。日本でもそういう流れになっています。まあ実際は、MML っていう標準で、割と十何年前からやってきたことが、やっと実りつつあるんだっていうのが、私やってきたのがもう実りつつあるんだっていうのは嬉しい限りですね。で、ここまでがデジタルヘルスと医療というところで、まあ、光の部分ですけども、ここまで何かご質問とかありますか？チャットでも投げてもらうといいですけど。大丈夫ですかね。じゃあ、はい、大丈夫そうです。はい。じゃあ、ちょっと、闇に近いところ、難しいところに移っていきます。現状の課題とその対応というところで、ちょっと、ややこしいお話に移っていきます。が、まあ、ここが一番面白いところでもあります。まあ、医療においてソフトウェア規制というのは、なんかもう規制でガチガチなんでしょうとか、オープンソースそこでどうやっていくのっていう話はよく聞くんですけども、まあ、でも、じゃあ全部取っ払えっていうわけにはいかないんですよね。薬機法というのがありまして、医薬品と医療機器の公正な流通のための法律で、例えば、偽薬とか、あと危ない薬、そういったものが市場に流通して、死人が出るよ、怪我人、死人が出るようになったら大事ですし、AED 使ったらなんか作動しないとかいうのはあるんで、まあ、これはこれで大事な法律なんですよね。で、まあ、ヘルステック企業が最初にぶつかる壁、わあ、こんなのあったらいいよね、とか言ってやって、あ、医療薬機法でダメじゃんとかいうふうになるのはそうなんですけども、まあ、一つは2015年に薬事法が改正されて、医療用の測定も人体の影響に応じて管理対象に指定されることになりました。それまでハードウェアの付属品とされていたので、例えば CT と画像用のワークステーションだと、もう画像用のソフトウェアって CT の、一部っていうふうに、見なされてたんで、画像解析用のソフトウェアにバグがあった場合に、CT から機器認証を取り直さなきゃいけなくて、ものすごく費用かかったり、手間かかったりしてたのが、プログラムだけ切り分けることができるようになったんで、そこが楽になった。ただ、管理者相性としては、今、医療用の画像ソフトウェアと、あと、サムディというものの一部ですね、が、管理対象となっています。これはもう日本のだけがそうしてあるってわけじゃなくて、2010年にアメリカの FDA が医療用の画像ソフトウェア医療機器認定の対象、その対象としたことで、国内でもそういう制度が整えられています。麻薬とかそういったところの取り締まりとかが日本国内でじゃなくては、全世界で同じような基準でやられているのと同じように、このあたりも世界共の流れ、そういった規制も、まあ、日本だけではちょっと済まないっていうところがありますね。で、そこで一番影響を受けたのが、オザエリっていう、画像用のソフトウェアで、2004年にオスマイナティブとエジプト系の、お医者さんが、開発して公開した医療用の画像ソフトウェア、パックスって言われるものなんですけども、まあ市販のパックス、何百万何千万とするようなものと同等の性能を持ちながらオープンソースソフトウェアであることから、もうただで手に入るぞとか言って注目されました。お尻、おさ、オザエリクスっていうのはオシリス神ですね。オザエリクス。まあエジプト系の方っていうことで、オザイリクスっていうのをテーマにして名前挙げたっていうのはなかなか面白かったんですけど、ただその2010年に FDA 認証のためのが必要っていうことで、商用ソフトウェアになりました。まあ、一般的なパックソフトウェアよりもかなり安いんですけども、オザイリクスがそもそも今10万、20万とするのはちょっととなあというので、非難する人もいますけども、FDA で認証を取るためには数千万、
数千万ぐらいかかりますし、この薬品に関する認証は、国ごとに認証を取っていかなきゃいけないんで、アメリカの FDA 認証を取ったからといって、日本では流通させるわけで OK っていう、日本で流通させるためには、日本の、PMDA にもう一回許可を得ますし、EU は EU で入れますし、中国、その他、どの国に行っても、取り直す人、認証取り直す場面で、ものすごくコストかかるんですよね。寄付金集めて FDA 認証を取ろうとする動きもありますけども、なかなかそれをすべて、ボランティアベースのオープンソースコミュニティでやっていくのは、ちょっときついなっていうのが、今のところです。医療用の画像のオープンソースソフトウェアというのは消えてしまう、ほぼ消えてしまいました。あと、ONC っていう、アメリカの、政府団体があるんですけども、2009年、オバマ政権での医療制度の改革の一環で、一定程度の基準の下で意義のある機能を実装した電子カルテを導入したときに、お医者さん一人当たり100万円あげるよと。入れてなかったら、そのうち何百万取るよとかいうようなことでやって、予算総額が30兆円ぐらいかな。結構大きいお金かけて、医療のデジタル化を急速に進めて、その弊害もあると言われてるんですけども、医療の、アメリカでは、の医療の表示、あの、デジタル化がものすごく進みました。で、じゃあ、ミーニングフルユースに規定されているインセンティブを取るためには、ONC で認証を取った電子カルテが導入する必要があって、認証費用は数百万から数千万。今のところ日本では電子カルテは、認定の対象になってないですけど、アメリカでは ミーニングフルユースのインセンティブを取ろうとすると、お金が必要である。で、オープン EMR。これも結構20年ぐらい、頑張ってる。割と老舗の医療用電子カルテなんですけども、ONC 認証を取ってるんですよね。そのためにお金がかかったんで、寄付くれっていうふうなことでやってました。これをなかなか、日本でもし電子カルテが、とか、いろんなものを流通させるのに、PMDA の認証が必要になるとした場合には、ボランティアベースで取っていくのは、ちょっと、どっかの商用の会社と組むかしないとちょっと厳しいなというのが今のところです。で、GPL3 の4項にありますけども、プログラムの流通にいくらかけてやってもいいし、無料でやっても構わないとか、一応、メディア代、CD で渡すんだったら CD 代ぐらい取って、受ける人にから取って構わないとか、報酬取ってサポートや保証保護してもいいというふうに、なことになってるんですけど、これに認定費用、認証費用をつけるようなプランも必要なのかなというふうにちょっと考えました。一方で、そういったオープンソースを、じゃあ、認証だけうちが取りゃいいんでしょうみたいな感じで利用されても困るしなというので、なかなか付き合い、今後難しいよなと。もちろん、医療用のソフトウェアというのは、昔はもう、医師による日曜大工的なものから始まったりしてるんですけども、それが最近は大型化して、なかなかビジネスとして難しくなってきたっていうのもあるんですけども、医療用ソフトウェアにも質と保証が認められる時代で、ソフトウェアがハードウェアの付属物ではなくて、独立とした存在として認められるようになったのが大きな進歩なんですよね。で、今、PACS、医療用画像システム管理対象となっておりますけども、これもなかなか、どれが管理対象で、どれが管理対象じゃないのか、クラス分けはどうなってんのかっていうのは、
法律読んだだけじゃ分かんないんですよね。だから、まあ、PMDA に問い合わせながらやんなきゃいけないでしょうけども、そうしたことがなかなか大変だなという印象で。で、他の、まあ、アメリカで電子カルテが、ONC 認証でやって、インセンティブの対象になったみたいに、今後、日本でも、医療 DX 加算、体制加算とかありますけども、それの認証を取るのに、いくらかお金がかかるとなると、なかなか個人で開発したりとか、ボランティアベースで開発したりするのが難しくなってきつつあります。まあ、国際的、特にファックス、医療用の画像、まあ、電子カルテとかは、日本語で書けない、日本語で読み書きしないといけないし、日本ドメスティックな医療制度に対応しなきゃいけないんで、そこまで、国際的に広がっていくものではないんですけども、医療用画像とか言うと、もう、割ともうみんな言語じゃなくて画像さえ見れりゃいいっていうので、英語でか、ありゃ十分というような人たちが使うソフトウェアは、だったんで、まあ、それが管理機器になって、国際的に広がり得るソフトウェアが、国別の管理となると、なかなか厳しいなというのが、今のところですね。ここまで何かコメント、質問ありますか？大丈夫ですか？大丈夫そうです。はい。あと、これかも。またちょっと話が少し変わります。Vista っていうソフトウェアがあります。ベテランズ・アフェアーズ・ホスピタル、退役軍人病院っていうのは、退役軍人証、VA ってこれから訳しますけど、VA の保健局によって管轄される北米最大の病院グループです。152の中核病院と1400のクリニック。まあ、徳州会とか済生会とか、ああいったものを想像してみてください。徳州会が大体日本で50病院ぐらいありますかね。ああいったような病院が、と同じ規模さより、さらに多いような病院が待機軍人病院で、まあ、1960年代から診療記録や臨床検査の電子化を開始して、で、まあ、M 言語、MUMPS というものをベースとして電子カルテシステムを構築して、で、1970年代から待機軍人病院で実用化されてきた、まあ、世界最古の電子カルテの一つと言われています。で、オープンソースソフトウェアとして、ワールドビスタ、オープンビスタとかいうふうなことでやって、インドやエジプトとかでも採用実績がある。で、2011年にオープンソース EHR サミットってビスターの人たちが主催で、ワシントン DC で、やってたんで、僕行ってきたんですよね。真ん中の人がムンさんって言って、そのビスタの、責任者で、向かって左側から空軍、自分、ムーンさん。で、海軍、陸軍やったかな。結構陸海空揃ってるじゃんとか言って、で、退役軍人病院、上位組織がアメリカ国防総省なんで、国防関係のスピーチも結構多くて、ああ、アメリカすげえなとか思ったのを覚えてます。で、いろんなソフトウェアを国防総省、軍に入れていくのに、やっぱり、いろんなところがバックドア仕掛けてきたりするんで、オープンソースをかなり、重視して、今は3割ぐらいだけど、7、8割に上げたいとかいうふうな話をしてました。知り合いの、ジョン・ハルモカさんっていう人が、オープンソースヘルスケア、アライブと、今と、時代がそんな時代だとかいうふうな話をしてましたね。で、ムンさん、ムン先生、ムン教授かな。京都にも、2016年に京都にも来ていただいて、お話してもらったのも覚えてます。オープンソースっていうか、犬に例えて、まあ、血統書付きで何十万、何百万とする犬もいるし、その辺で野良犬拾ってきて、タダで飼えるものもいると。どんな犬飼ってきても、メンテナンスコストは同じようにいるから、大事、メンテナンス、オープンソースといってもメンテナンス大事だよ、みたいな話してたのを覚えてます。で、ビスタって結構、
評判も良くて、メッドスケープ社の EHR レポート2016年では、ビジシャン内科医が選ぶ内科医の評価で最高得点を取ったりもしてました。ただ、2017年にビスターをサーナーの EHR に置き換えるよって話が出てきたんですよね。どういうことや？本当に地球猫状態です。だって VA、内科医の評価ではトップなのが、内科医の評価10位に置き換えるんですよ。何が起こってるんだろうと。まあ、2016年末に大統領選挙があって、大統領が前の大統領に変わったっていうのは影響あったのかなと思っています。で、その後、オラクルが VA を買って、で、退役軍人の人たちにはビスタの2013年にいろいろあったみたいなんですけど、退役軍人にとってはビスタよりも、うちの電子カルテが合うよとか。で、ただ VA をビスタからオラクルのサーナに変えるのには、2023年をもって、2017年か、18年か始まってはいるんですけども、今後10年ぐらいは混在関係でやんなきゃいけないなとか。いうふうな話があったなとか言って、で、大変そうだね。いわゆる、意向の大変さっていうのはよくある話じゃないですか。で、昨日あたりまた調べてたら、あれ、VA リセットするとか。この数年飛んでる飛行機を修理しようとした結果、退役軍人やスタッフに、ふさわしい結果が得られなかったとか、なんか。どういうこと？で、アメリカ代表が、オラクルとの契約を、ターミネーションを終了したと、ゴールした。どういうこと？っていう感じで、本当に地球猫状態で、実際によくわからないですよ。何が起こってるのか。関連の年表にまとめましたけども、1960年代から70年代から、歴史のある、ビスタのシステムで評価もそこそこあるものが、V8 サウナー社で電子カルテの近代化改修を置き換えるっていうので、10年で160億ドル、2兆3000億円ぐらい。で、オラクルがサーナー、その間に買ってリセットがアナウンスして契約停止。ようわからんですよね。ちょっと、メールで聞く内容でもないから、また知り合いにアメリカ行った時でも聞くしかないんですけども。やっぱりいろいろやってるみたいです。しょうがないところもあるとはいえ、ビスタの内部コードって GitHub にも上がってるんで、中身見たら、こんな感じなんですよね。皆さん見たことありますかね？ M 言語、ムンプスってやつ。古い、なんか書かれてるんだろうな、とかいうふうな雰囲気ですよね。で、M 言語っていうのは、1960年代にマサチューセッツ総合病院、ハーバードメディカルスクールの付属病院で、医療用のアプリケーションを実行するために開発されたプログラミング言語とその環境で、メインフレーム、じゃなくて PDP-11 とかミニコンぐらいで動くようにっていうことでやったソフトウェアで実行環境に専用のデータベースシステムを内包しています。RDBMS が開発される前なんで、当然 NoSQL、BeforeSQL とも言われているもので、MUMPS 自体は現在も医療分野では人気があって、北米最大シェア、最近なんかエピック社の話が日本でもちらちら出てきてますけども、電子カルテは M 言語基盤技術としては、日本 M テクノロジー学会っていう学会も今やってますし、1995年に JIS にもなってます。GTM とかキャシーとか、こういった、言語も今現役で動いてるものなんですけど、文法、ハローワールドは W ハローワールド書くだけって、なかなか、
シンプルでいいですよね。予約も11つしかないんで、覚えようとしたら、まあ、1日2日で覚えられてると、皆さんだったら覚えられてます。階層型データ構造を表現できるんで、スキーマレスに、まあ、MongoDB とか JSONB みたいなことができるというのは、いいことなんですが、じゃあ、これを今から勉強してやれって言われると、ちょっと悩むよな。まあ、2兆円って言われると頑張りますっていう気にもなるんでしょうけども。まあ、M テクノロジー学会、日本 M テクノロジー学会もちょっと頑張ってますね。JSON とか JavaScript とか最近いろいろと取り上げてられてるみたいです。千葉大学系の先生が結構好きなんですよね。まあ、OSS に限らないですけど、レガシー化問題っていうのはありますよね。最新技術だったものが10年、20年も経つとっていうのを言いますが、最近のフロントエンド周り、JavaScript 周り、TypeScript 周りは10年っていうか1年持たないやつとかも結構ありますよね。最新技術、そういったものを最新技術で取り入れたり置き換えていくにも、開発当初って言いますか、オープンソースプロジェクト、ソフトウェアのプロジェクトが立ち上がった時のような盛り上がりはもうない中で、新規実装と比べて機能そのままで新しい技術に取り入れたり置き換えていくのは困難な割にモチベーションも上がりにくく、人も集めにくく、広報互換性というしがらみにとらわれなきゃいけない。まあ、切り捨ててしまえるのは切り捨てられますけど、数十万行、数百万行クラスのプロダクトとなると、なかなか捨てらんないっていうのが、とか、迷ってる間にまた数年が経ってしまうというのが、まあ、ビスタな状況でございます。が、これは、どこにでもありそうな話である。まとめですけども、VA は1960年代から内製してた電子カルテシステムを、オープンソースとしても公開されて、高い評価を受けて、まあ、レガシー技術であることに批判はありましたが、まあ、いきなりサーナー社の電子カルテに移行することを決めましたけども、どうも、なんか、うまくいってない、いってるいってない、まあ、うまくい、なかなか厳しいプロジェクトだろうなとは思ってたんで、まあ、150の病院ありますし、ビスタって GitHub に公開されているだけじゃなくて、各病院にもいろいろあるでしょうし、そもそも、待機軍人関係って、ものすごく恩給関係とか年金関係とか、計算難しいとは言われてるんで、そういったものを今の状況に置き換え、最新の言語に置き換えるか、楽に実装できるかっていうと、ベタなそういったルールがあるんで難しいんだろうなと。まあ、レガシーの内製ソフトウェア、規制のパッケージに移行するというのはよくある話なんですけども、まあ難しいですよね。コミュニティベース、オープンソースみたいなコミュニティベースでも難しいですし、企業がやっても難しいし、今もグリコさんとかあっちこっちで火が吹いてますけども、まあ、世界最強の組織と言われるような、米国国防総省をもってしても難しいもんだというのは、いろんな発見というか教訓の一つではありましょうか。まあ、デジタルヘルスとオープン、まあ、最後のスライドです。デジタルヘルスとオープンソースのまとめに入りますけども、まあ、デジタルパブリックグッズ、SDGs、すべての人に健康と福祉をっていうテーマでオープンソースソフトウェアの利用が割と積極的に進められているのは非常にいいことだと思いますし、医療情報の標準化ということであれば、OS をオープンソースソフトウェアで広く用いられている標準化手法が取り入れられて開発が進むようになってきています。まあ、ソフトウェア規制については、まあ、取っ払うわけにはいけない問題ですのですが、オープンソースコミュニティではちょっと対応が困難なので、新たなスキームを構築する必要があります。まあ、ビスタに関して言うと、まあ、あそこだけに起こったと、まあ、続けていくにしても難しいし、置き換えるのも難しい。レガシーな OSS、レガシーなソシステムをやるっていうのは、まあ、アメリカが世界に先駆けてやったからこそ、世界に先駆けてレガシーに直面してるという、なかなか難しい状況ですね。っていう話ですね。以上です。
ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。M 言語とかを、トランスパイラーみたいな感じで、別の言語に置き換えるみたいな、そういう仕組みとかがあると面白いかもしれないなと思いました。はい。まあ、できると思います。ただ、やった結果が、もともとの、ちっこいやつだったらいいんですけども、軍事音級の判定システムとかになると、どこどこの病院、あ、どの戦争に行って、階級が何で、で、配属された部隊が何で、軍の種類が何でとか、いろいろな、条件がぐちゃぐちゃになってて、それで掛け率があってとかいうふうなことになってると、まあトランスパイラー、コボルから Java に移したら1クラス1万行のコードのボイドメインのコードができたという、そういうことになりそうな気もしますねっていう。そうですね。ありがとうございます。では、日本ユニックスユーザー会のセッション、研究会の方はこちらで終了させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。